デミカ、攻撃の間合いに気をつけろ。手はしないのに動ける。いや、すごいな天狼波。引き込む。さらはどうだ。これどうだ。つまり飛行機さあ、今が動きは。いきなり氷魔に出会うなんてついてない。妙だな。偶然だといいんだが。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる。どうだろう、まだ断定できない。偶然じゃない、明らかに俺たちに寄ってきてる。見えた、湖だ。大きな町がある。行ってみよう。集中。こいつは狼。いや、氷魔か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。瞬撃畳みかけろ。これどうだ。まだいるぞ。敵を撃たれろ。アマン一刀両断。なんとか追い払えたか。なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。はははは、地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、天意見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。準備はできてるよ。行くぞ。わっとだ。嘘くれ。コアハザン。たあ、回せるよ。気は。わっとだ。次だ。たあ、コアハザン。終わったな。何か揉めてるな。本当だ、馬車が止まってる。これで仕上げだ。僕らは負けないよ。たあ、決断、準備。
ですね。あたしらは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギーユ、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、あたしらは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それがあたしたちのプライドってやつ。これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ。なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何かいるようなら遠慮なく言ってくれよ。ね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。立派なナイフ。ねえ、センガルドで譲ってくれない？残念。気が変わったらよろしくね。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。町に入る申請かな。今のうちに済ませば馬車が動いたらすぐ入れるぞ。うん、じゃあそうします。お、皆さんご迷惑をおかけしました。ちょうどいいタイミングだったな。レディーレイクにようこそ。都か。なるほど、人間の町はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それとも狐男からか。とりあえず町を回ってみようと思うんだ。情報集めだね。了解。お兄さん、どうこの服。本物のシルク生地だよ。今なら860ガルド、お買い得だろ。安いんだ。スレイ、奥。
追い払った方がいいよな。どうやって？露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。わかるか坊や、どんなに苦しくてもスリなんてしちゃいけない。うっせえジジ、死ね。思ったぜ。ほら。すごいな。ああ、近づかない方がいい。なんかあんのか？うわ！何驚いてんのさ？あれ？そっちの兄ちゃん、なんかうまそうな匂いがするね。スレ、逃げるぞ！本当に賑やかだな。人がいっぱいだ。気を抜かないで。それだけ彼らの横島な心に惹かれた兵馬も多いってことだ。
違いない。狐男だ。追いかけよう。あの狐男、狙いはやっぱりアリーシャだろうね。騒ぎになったから一旦引いたのかも。なんて逃げ足の速さだ。ワンコがまだ追ってる。絶対逃がさない。ここは確か天意見聞録に。いなければちょっと待っててな。後でちゃんと葬るから。ミクリオ、行くぞ。あ、
お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。強いんだよ。伊豆市ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。メリコゲになって後悔しな。そうだ。ミグリオ。今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。投了。違うんだ、投了。これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない、黙れ。ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな、行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い。暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら聖剣の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。教授と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ、大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。キツネ男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。みたいみたいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。なんだ、
祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ。そこをなんとか。ダメだ。すごいな。それとも関係者と示せるとでも。あ、この紋章はアリーシャ姫のね、関係者でしょ。紛れもなく本物だ、うん、ま、どうぞ。ありがとう。待った待った、武器は預からせてもらう規則です。うん、わかった。せっかく入れたのにここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる。つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。ちぇ、おい失礼、ちょっと見てくれ。お、何？スレイ？アリーシャ！やはりスレイ！よくぞ都へ。姫、こちらは？彼がスレイです。ああ、辺境の遺跡で姫を救ったという。スレイ、こちらはマルトラン卿、今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている。そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練。それだけじゃないんだ。実は怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを心よく思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとう、スレイ。心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだ、それ剣の台座を見てくれ。え、うん。見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺
それだとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ、伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。協議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは協議会の自己満足だ。俺たちはこんなご金取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。ざまあ見ろ貴様。ああああ、仕組みが変わらずこの暴動は、あの衛兵大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むと、そこまで腐ったか。マリーシャ、すべき手じゃ。いけません、ベキーに身を任せては。ヨーマが生まれてしまう。ヨーマになったのか。人の邪神が汚れる、汚れがヨーマの海。このままでは湖の乙女、なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、それにあなたは私が。ああ、ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷魔と言っていい。僕に何とかできるのは普通の炎だけだぞ。分かった。全員の君が、私は本当に天族だったんだ。それ、まずいぞ。氷魔がどんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのでなく、この剣を引き抜き、私の剣となったものが操る力なのです。なら、スリー、お待ちください。私の剣となるということは、私を宿す器となり宿命を背負うということ。浄化の力を操り超人的な能力を得る代償に、人に疎まれ心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命、それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから
君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい、ライラです。ライラ、俺、世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。ライダー、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるのを。よし！アリーシャ、下がってて。スレイ、氷魔は任せていいんだね。うん、残った火を頼む。俺、同志になったよ。静まれ！静まれ！バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと？レディー・レイクの人々よ、こたびの聖剣祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、
ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで進んで。天下、後日天末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか。スレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした？私が入ったせいですね。見込み番は高熱にうなされると思いますわ。どうして？体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族にこし入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか。大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい寝込むね。俺の姫様の膝を。スレイ、おお、こっちのが事件だな。目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう？うん、もう大丈夫。ここは？あれからどうなったんだ？ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか？うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい？よかった。あら、意外と若いのね。同志様！一躍有名人だな。そうですね。